次に小熊慎司君、小熊君。共同会派立国者の小熊慎司です。年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、質疑されているわけでありますが、この際、新型コロナウイルス対策について、お聞きをいたします。罹患された方、またこのことによって亡くなられた方々にお見舞い申し上げますとともに、収束のために全力で取り組んでおられる医療関係者、またすべての関係者、そしてまた自粛要請に真面目に従っていただいているすべての国民の努力に敬意と感謝を申し上げ、質問させていただきます。まだ収束まで、これは予断を許さない中でありますし、国際的な連携も必要であります。WHO、世界保健機関についてお聞きしますけれども、これもちろんこれまでの G7 等のテレビ会談では、とにかく世界が連携してやっていくことが重要だということも確認はされていますけれども、政府としても、これ、初動体制含め、検証は必要だというふうにも言っています。もちろん収束が大前提ではありますけれども、これ、やっぱり世界連携も今でもしていかなければならない中で、終わった後検証っていうんではなくて、やっぱり改めるにはばかることなかれという言葉もあります。実際、この国内においてだって、初めの方針と今と加藤大臣の下で変えてるじゃないですか、より良きものにと。で、国際的な連携の中でも WHO 終わってから検証ではなくて、今でも間違っていることは間違っていると言って、改めていかなきゃいけないというふうに思います。最初から言った通りでやっていくということであれば、10万円の給付だという公明党さん、われわれも頑張ったけど、公明党さん頑張って、なんなかったわけですよ。最初の方針と変わっていくわけですから、検査の仕方も変わっていってるわけです。で、そういう意味では、これ、いろんな薬のいろんな利用についてでも、国際連携が必要ってなってますから、この WHO の改革についても、今できることもやっぱりやっていかなきゃいけないというふうに思ってます。で、順を追って質問させていただきますけれども。まず3月11日になりますけれども、事務局長が日本の支援金についてツイートして、異例でした、こういうことは、WHO の事務局長がツイートするっていうのは、日本を褒めてくれてるわけですけれども、これ、日本政府の受け止め、まずお聞きいたします。橋本厚生労働副大臣。お答えをいたします。そのツイートがあった WHO への 50.6 億円の拠出でございますけれども、これはその感染症に対して十分に準備ができていない感染蔓延国、イランとかインドネシアとかタイとかベトナムなどでございますが、それに対して専門家を派遣して医療従事者への技術的な指導などを行う、そうした目的で WHO を経由して使っていただくということで拠出をしたものでございます。で、3月11日にツイートがあったということでございまして、私の聞くところによると、その結構事務局長はそういうツイート、感謝のツイートをいろんな国にされているように聞いておりますけれども、私たちとしてはきちんとそれを受け止めていただいているんだなということだと理解をしておりますし、そうした先ほど申し上げたような目的のために、その途上国、我がこれ途上国における感染拡大の防止予防というのは我が国のためにも重要なことだと考えておりますので、有効に活用していただきたいと、このように考えているところでございます。小熊君。これ、そうされたから忖度しちゃいけないということを言いたかったんですけれども、これ、事務局長、国際的にですね、中国への忖度が指摘をされています。もちろんその中国悪者論に私も乗っかるわけではありませんし、それは橋本副大臣ともいろんな中国への取り組み、毎年させていただいていることで分かっていただけているかと思いますけれども、ただやっぱり客観的にこう見ても、やはりちょっと事務局長、中国におもんばかりすぎている嫌いはないかという、またそうした彼自身の経緯もありましたから、そういうふうに言われても仕方がない側面もあるわけでありますけれども、そうした部分についてはどう思われているのか、見解をお伺いします。橋本厚生労働副大臣。
政府としてですね、国際機関の事務局長個人の評価について見解を申し上げることは差し控えたいと存じます。委員長。小熊君。個人というのはこれその機関の人間として、で主導体制の不備が言われているわけですよ。でそこはこの中国への忖度も大きく関わっているんではないかということですから、その個人への見解ではなくて、まさに世界の機関のトップとして正しいリーダーシップを発揮したのかということにも関わってくる問題です。今日は述べられないということですから、これ、またいろんな委員会でやってきますけれども、日本政府としてのそこはしっかりとした意見がなければ、これからの改革に向かっていく上についても、この点を避けて通れませんから、これは臭いものに蓋するわけにはいかない点であります。でさらに聞きます。じゃこの WHO が中立であるかどうかという点について、どう評価をされるのか、中立でないというふうに言われているわけだから、この点についてお伺いします。橋本厚生労働副大臣。中立であるかどうかということを、ということは、逆に言うと、どこかに偏っているかいないのかということを問われているのだというふうに理解はいたします。ただ、私どもとして考えているのは、その今回のような世界に甚大な影響を与える感染症に対してというのは、WHO というを中心に国際社会が一致して対応すべきだ、そして、今後の、ということであります。で、今後にその同様な事態に備えるために、WHO について、例えばそのやはり見解が途中で改まったり、あるいは後で考えたときにどうだったのかという疑問、懸念と私たちも持っているものはないわけではありません。そうしたことも含めて、その WHO の機能については、今回の事態が収束した上に、後に十分な検証を行われるべきだ、このように考えているところでございます。小熊君。収束した後ではなくて、先ほど言ったとおり、これ、走りながら考えなければならないと思っています。で収束したとしても、第2波、第3波だってくるということがあるので、今の WHO の在り方が正しくないんであれば、これ、走りながらも改革をしていかなきゃいけない。で、世界連携が重要だと、私もそうだと思います。世界連携が重要だからこそですよ。この世界機関の在り方が正しくなきゃいけないんですよ。間違った中での機関の中で、世界連携したと、これ、失敗をしますから。そういう意味でこの質問をしてるんですよ。じゃあ、ちなみにその4月の、これ、外務省が答えるのかな。G7 のテレビ会議で、WHO の改革の議論がされていますが、どのような議論がされたのか、お伺いいたします。吉田外務省大臣官房審議官。お答えいたします。4月に開催されました G7 首脳テレビ会議に関するご質問をいただきました。首脳間のやり取りにつきましては、外交上のやり取りでございまして、詳細について申し上げることは差し控えたいと考えております。その上で申し上げれば、この4月16日に開催された G7 首脳テレビ会議では、安倍総理から今回のような世界に甚大な影響を与える感染症に対しては、WHO を中心に国際社会が一致して対応すべきであり、その上で今後の同様の事態に備えるためにも、WHO の機能については、今回の事態収束した後に十分な検証が行われるべき旨を述べたと承知しております。委員長。小熊君。これ、それは官僚答弁なんだけども、それで官僚答弁としてはいいんですが、実際この時ドイツも支持してるんですね、WHO。で、フランスも支持してるんですけども、その後4月の末になって、トランプ、アメリカのトランプ大統領とフランスのマクロン大統領が会談をした後では、今度はフランスは改革をしなきゃいけないということに一致をしたということになっています。これ G7 の中でも日本の立ち位置、収束した後ではなくて、やっぱりこれ、しっかり日本の立場を鮮明にしなければなりませんし、ただでさえ日本の対応が国際的にも批判されてますから、何を言っても信頼されないところもあるのかもしれませんけれども、今という世界連携は大事だというのはみんな一致してます。ただ、WHO の在り方が正しいのかどうか、アメリカは猛反発してるわけですよ、よくないっつって。で、じゃあ、アメリカの立ち位置が間違っているのかどうなのか。優等生的に言えば、日本が WHO とアメリカの間に立って、
世界連携をしていくということをリーダーシップを発揮できればいいんですけれども、まあ、国内の対応が後手後手になってますから、そういったところまで手が回らない、いかない、国際的な信用が得られるのかどうかも分からないという状況であります。マスク2枚配るだけで混乱をしている日本の状況でありますし、この間、いなくなったけど、小川筆頭が本会議場で言いましたけども、今日もマスクしている人があんまり見受けられないし、副大臣も地元のデニムで作られたマスク、本当はこういうふうにすればよかったんですよ、それぞれの地元の布マスク作るためにお金配りますのが、まだ良かったような気もしますけども、まあ、もうやっちゃったことですから、仕方がないって言っても、血税ですから、これ、もう一回これも検証しなければなりませんが、とにかく走りながらしっかり考えていくということが必要です。この G7 の中でもいろいろ変わってきています。で、アメリカの要素が大きい中で、日本はどういう立ち位置に立って世界連携を目指していくのか。アメリカ寄りなのか、WHO はあくまでも堅持なのか。これで変わりますよ。で、日本の国内の対応も変わってきますよ。どうですか、もう一度。橋本厚生労働副大臣。WHO に対しまして、さまざまなご意見があるということは承知をしております。その上で、今、まさにその感染症のまだパンデミックが広がっているというか、まだあるという状況の中で、その専門的に知識、知見を有して、現場での支援を行っているその WHO の国際機関、まず不可欠だということについては、おそらく意見、そんなに思い変わらないんだろうというふうに思っております。で、ただ、その中でありますので、その今すぐじゃあ評価がしてよいのかということは、やはり考えなければならない、ただ、やはりいろいろ思うところがあるということも正直、先ほど申し上げたとおりでございますので、その WHO の機能について、その事態が収束をしてきちんと評価ができる、そういうタイミングというのが、まずそういうタイミングを目指すということが、おそらく私たちが今目指すべきことなのであって、その上でその十分な検証を行い、必要な改革を実施していくべきと、このように考えているところでございます。小熊君。収束が大前提でありますが、ただ走りながらもやっていくべきこともありますので、その点についてはしっかり留意をして、やっていただきたいというふうに思いますし、もう折しも、本当に残念でありますけれども、橋本副大臣のお父様の首相補佐官を務められた岡本幸男さん、亡くなられて、私も何回かご指導いただいた立場でありますけれども、そしてやっぱり国際的な視野を持って、このコロナも対応していかなければいけないという点を指摘して、次に移ります。で、これ、医療従事者、大変努力をされていますが、また一方で、このいわゆる社会を支えるエッセンシャルワーカーというものについても、さまざま言及をされてきたところで、あります。ただこれ、商売に支店なしですから、すべての仕事が尊いものであり、反社会的なものを抜かせばですね、パチンコどうなんだという話も、私はパチンコやらないからなくてもいいと思ってますが、人間が、ホモルーデンスだとすれば遊ぶ人ですから、もうそれも必要なのかなというのもありますけれども、いずれそのエッセンシャルワーカー、こう社会の維持機能、自粛しながらも社会を回していく、経済を回すって前に社会を維持していくっていう上のエッセンシャルワーカーっていうのは、でも何がエッセンシャルワーカーなのか、曖昧な定義でしかないです。ただこれ職種ビシッと決めるわけにもいかないとは思いますけれども、一応今の国の認識として、エッセンシャルワーカー、これ、どういうものなのかという認識についてお伺いします。橋本厚生労働副大臣。今のエッセンシャルワーカーという言葉について、その政府として現時点で明確な定義をしているものではございません。ただ、基本的対処方針におきまして、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者という、ことについて、その業種を挙げておりまして、それがその先生のおっしゃるエッセンシャルワーカーに近いものかなというふうに考えております。で、具体的には、その医療機関など医療体制の維持に必要な事業、高齢者や障害者を支援する福祉施設など、支援が必要な方々の保護の継続に必要な事業、スーパーやドラッグストア、あるいは電気、ガス、上下水道など、インフラ業など、国民の安定的な生活の確保に必要な事業、それから金融や物流など、社会の安定の維持に必要な事業などをお示しをしているところでございます。小熊君。そうしたエッセンシャルワーカーの方々が、
大事なわけで、生活の維持に、これ自粛生活をしながらもですよ、自粛活動をしながらも、活動自粛をしながらも、これ、社会は維持していかなければなりませんから、そうした方々の非常に大事なわけでありますけれども、ただ、この人たちが感染症のリスクにもさらされているわけでありまして、この人たちがもし多くの方が感染してしまえば、その業種、また地域の社会生活も崩壊してしまう、これ、医療従事者だけではなく、生活が崩壊してしまうわけでありますから、このリスク低減について、リスク回避について、どのように対応しているのか、改めてお聞きいたします。橋本厚生労働副大臣。はい、お答えをいたします。これもその基本的対処方針の中で、その先ほど申し上げました、国民生活、国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者、およびこれらの業務を支援する事業者においては、3つの密を避けるための必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続すること、このようにしております。で、その中で、各その業種の所管省庁、およびその各業、それぞれにおいて、必要な対応を行っておられるものと承知をしております。例えば医療従事者でありますとは、でありましたら、国立感染症研究所などにおいて考え方が取りまとめられ、それについて周知をしている、これは先ほどのやり取りでもございましたけれども、また防護具の配布などを行っているというようなことをしておりますし、私ども所管している範囲であれば、介護施設、あるいは社会福祉施設などのについても、そうした対応のあり方等について通知をする、Q&A を出す、あるいは実際に防護具等々について、手配をする、そうしたことについて対応を行っているところでございます。小熊君。今までの説明の中での大まかな定義の中で、対処の中で、これはそのエッセンシャルワーカーに入ってないんですけれども、私の地元の福島の東電の第一原発の廃炉作業に関わる作業員の方々、これも一日たりとも復旧復興、また廃炉を遅らせるわけにはいかない、ただでさえ遅れているわけですけれども、この廃炉作業に関わる方々も、われわれにとってはエッセンシャルワーカーだというふうに私は認識をしています。今年の3月11日の前にでも、安倍総理自身が何度も言ってますけれども、福島の復興なくして日本の再生なし、この考え方のもとに福島が再生するその日まで国が前面に立って全力を挙げてまいりますって言ってます。多くの福島県民はまた言葉だけってしか受け止めてませんが、一応これ毎年のように言ってるし、いつも言うんですよ、福島に来ると取ってつけたように行動が欲しいんです。であるならば、この廃炉作業も一義的には東電がやるべき対応ですし、東電はこの3000人から4000人の廃炉作業員のコロナ対策していますが、4月に入って結局ですよ、廃炉作業縮小なんですよ、遅れちゃうんですよ、1日の遅れが数年の遅れになるかもしれないんです、ただでさえ遅れてる。もはやこの東電の原発事故の完全収束は、多分ここにいる皆さんの人生にはもうはまらないですよ。でも一日でも早く収束をしたい、でコロナの中でもしっかり廃炉作業を進めなければならない、この点について国はどう関与してどのような支援をしていますか。稲津厚生労働副大臣。答えさせていただきます。本題のご答弁させていただく前にですね、昨年の12月の25日に、私も初めてでございますけれども、この東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業の現場を視察をさせていただきました。労働安全衛生管理の取り組み状況の確認ということでございましたが、これ、作業者の方々がですね、放射線のこの障害防止対策、これを徹底してされていたということ、それから私も3号機の廃炉のその中、廃炉の棟屋のですね、中にも入らせていただいたんですけれども、被爆線量、これは前年度とほとんど変わらないという状況で、
まあ、どれだけこの作業に携わっている方々が大変なご努力をしてですね、こうして今廃炉作業を取り組んでいただいているということを目の当たりにして、改めてですね、敬意の念を持ったところでございます。で、今議員からご指摘のように、やはりこの、廃炉なくしてですね、福島の復興また日本の再生ないんだと、こういうもとで今取り組んでいるところでございますが、このいわゆる緊急事態の宣言下で事業の継続が求められている事業で働く方々、まあ、廃炉作業に進める方々について、この新型コロナウイルス感染症の拡大を防止つつですね、かつこの業務を継続していただく、まあ、大変不可欠で重要なことでございます。で、このために4月17日に廃炉作業の関係省庁とも連携をいたしまして、電気事業連合会をはじめとする関係団体に対して3つの密を避ける取り組みですとか、あるいはまたこの一般的な感染防止行動の徹底と、まあ、事業者と労働者の方々が一体となって新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組んでいただくよう協力要請をさせていただいたこと、関係省庁を合わせて大体2200団体ぐらいの方々にこうしたお知らせをさせていただいて今協力いただいています。こうした協力依頼の内容等も踏まえてですね、今東京電力においては例えばこの通勤環境ですとか作業環境における作業員同士の分離、あるいはまたこの消毒アルコールの使用、手洗い、マスクの着用の徹底、出社前および発電所入所時の体温測定といった感染防止対策に取り組まれているものに承知をしております。私どもといたしましては、引き続き関係省庁と連携しながらですね、廃炉作業員も含めた労働者の感染防止対策にしっかりと取り組んでいきたいと、このように考えております。奥間君。これ大臣、分かるとおり、3000人から4000人の方っていうのは、ちょっと個人情報があるから、私も詳細を把握はできてませんけれども、地元の人だけじゃないんですよ。他所から大勢来てるわけです。で、アパートを借りたり、もしくは旅館に泊まったり、遠く福島市の旅館に泊まって通ってる人たちもいます。そういうことを考えると、実は地元の中でも、これ他所から来てる人たちですから、地元の人たちの緊張感もあるわけです。今、県境をまたいだ移動をやめましょうっても自粛している中で、そういう人たちが頑張っていただいている。こういう中で起きている世界なんです、福島で起きていることが。で、今、万全の対策を取ってるって、それはそうですよ、それは取ってますけれども、結局、現実、作業縮小になってるんです、今。これがいつまで続いて、どのぐらいこの廃炉の工程に影響を与えるのかっていうのは、だから国が前面に立つっていうときに、これ、立ってないんですよ、あんまりね。この今、どういう対策を取ってるかって情報発信も、まあ、東電がやるべきものではありますが、東電やってますけれども、それでもこの作業員の在り方、でもしひとたび起きたとき、どれだけその人数を確保できるのか、でそれは県をまたいで送り込まなきゃいけないっていうことについて、何ら説明もないし、地元も不安を抱えたまんまです。ぜひこの質疑を機会にですね、この縮小した後どういうふうに影響を与えるのかっていう点と、これも所感ではないと思いますが、ただこのエッセンシャルワーカーとしてのこの廃炉作業員を大事に思うんであれば、それに対する影響、そしてまたこの人員が地元だけでは賄えなくて、他から全国から集まっていただいているっていう現状、どう地元の人に安心感を持ってもらうかも含めですね、そこまで目を配り、気を配ってこその、まさに廃炉作業のこのコロナ禍における支援なんですよ。その認識を十分持って、もう一度これ、ちょっと見直していただけますか、そしてやるべきところと関係機関と意見交換をして、しっかりと体制の再構築するべきことがあれば、それをしていただきたいし、また地元への説明、地元住民への不安の解消、こういったことが必要だと思いますけど、再答弁をお願いします。稲津厚生労働副大臣、時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。はい、今委員からご指摘ございますとおりですね、まずは第一義的には東京電力が取り組むべきことでございますが、
この労働安全、衛生管理については、厚生労働省も所管しているということでございますし、そうしたことも含めて、関係省庁とも連携を図っていきたいと、このように考えております。奥間君。国が前面に立つというのがまずあったほうがいいと思います。作業そのものは東電が一番目ではありますけれども、国が前面に立つ意識を絶対外さないで、これをやっていただきたい。法案の審議をする予定でありましたが、やっぱり重要なコロナの件でありましたので、この法案の審議ができなかったことは非常に残念であります。国会の審議のあり方も含め、もう一度見直すべきだということを申し述べまして、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。なお、理事の皆さんには直ちに理事会を再開しますので、理事会室にお集まりください。